23日火曜日ニューハンプシャー州で行われた共和党候補者指名争いでトランプ前大統領がヘイリー元国連大使を破り勝利しましたこれでトランプ氏が2つの州で連続して指名を獲得し形勢は圧倒的とされていますが今回はトランプ氏の言動に余裕が感じられません 15日、月曜日に行われたアイオワ州の党員集会で2位につけたロン・デサンティスフロイダ州知事の撤退で実質2人の一騎打ちとなったニューハンプシャー州の予備選挙ですが得票率はトランプ氏が54.6%ヘイリー氏が43.1%でトランプ氏が10ポイント以上の差をつけて勝利しました。支持者ののの前でで勝利宣言を行ったたトランプ氏ですがその口から出たのは 破っったたた相手ヘイリー氏へのの苛立ちのこもった言葉でし負ければ撤退も予想されたヘイリー氏ですが支持者を前に自信満々の笑顔で登壇しました。ヘイリー氏は無党派層と 大卒以上で教育レベルの高い有権者の間では過半数を獲得しており今後の戦いに自信を示しましたしかしそのサウスカロライナ州の予備選挙もおよそ1か月先世論調査ではトランプ氏がヘイリー氏よりも30ポイントの差をつけています ヘイリー氏が最近の勢いを維持できるかどうかが鍵となっています。Up, really、一方、バイデン大統領は民主党のニューハンプシャー州予備選で指名を獲得しました。 バイデン大統領はトランプ氏が共和党の候補者になるのは明らかだと述べ陣営はヘイリー氏の人気がこれ以上高まることはないと見ていますヘイリー氏は以前からトランプ氏とのテレビ討論での一騎打ちを望んでいますがトランプ氏は裁判などを理由にまだ一度も候補者同士のテレビ討論に出ていませんその一方トランプ氏は裁判所に出頭して発言したり 支持集会を保守派のテレビ局で中継するという方法で岩盤支持層をさらに固める戦略に出ているようです民主党バイデン大統領の選挙運動にも大きな動きがありました 去年長期間のストライキを行い賃金の大幅アップなどを勝ち取った UAW= 自動車労働組合は24日水曜日バイデン大統領を支持すると正式に表明しましたバイデン大統領は去年9月 UAW のストライキの現場を訪れ大統領として初めて賃上げストに労働者とともに加わった点などが評価され UAW 側が満場一致でバイデン氏支持を決めたということです。